アメリカのエレガンストラットの代表的なブランドと、はいはい、イタリアのラグジュアリーブランドの象徴のエレガントさっていうのは、はい、やはりこのフードの形状だと思うんですよね。ここのとどまり具合っていうか、はいはい、ちょっとバンドリ史上を最強の出来というか、まあまあ、ただのボーダーではないというか、まあ、バンドリでフレンチボーダーってそうですね、そう呼んで、うん、まあ、素材ですとかを変えてタートルで今まで展開したんですよね。今週もニットが入ってきましたね。そうだね、はい、もうどんどん入ってきてますね。そうなんですよ、気温もねかなり低くなってきて、まあ皆さん本当になんかニット待ってくれてたような、うん、ちょっと週末でしたよね。そう、前回のご紹介したアイテムとか、はいはい、かなり反響大きかったん で、今日ご紹介するのはこちらの2方なんですけど、こちらはもう店頭にも並んでる、まあ、そうですね、ウィンターコットンのハイネックのボーダーですね、はいはいはい、とこちらはアルパカのフーディ、ちょっとクリンプ状のねクリクリっとしたこう、はい、風合いというか、はい、軽い、はい、でフードが綺麗、あ、もうここのね立ちフード、はい、ここがもう肝と言ってもいい、まあ、毎年フードもやってるけど今年のこのフードはちょっと点高いですね。いや、かなりのすごい美しいシルエットをキープしてくれるアイテムに仕上がりましたね、はい。でこちらの、コーディネートはモデルの、ね、着画も含めて、はい、詳しくご紹介していきますので最後までごゆっくりご覧ください。こちらのボーダーのここハイネックなんですけども、はい、まあ、こちらはただのボーダーではないというか、まあ、バンドリでフレンチボーダーってそうですね、そう呼んで、うん、まあ、素材ですとかを変えてタートルで今まで展開したんですよね。そうです、そうです。今年のフレンチボーダーシリーズとしては、はい、今まではこのエクリューに黒っていう衣装だったんですよ。そう、何シーズンかちょっとこう柔らかいパキッとした感じではなくて、はい、ね、冬のボーダーっていうことで夏の、まあ、ボーダーって皆さんやっぱりこうマリンとか、うんうん、そういうイメージを連想されるんですが、冬に着るこう、まあ、ボーダーというか、うん、そういった部分の一つのもうこうベーシックとしては、まあ、オフに黒っていう。で今回はやっぱりそのオールドマネーっていうスタイルから、はい、やっぱりネイビーっていうのは今年は不可欠かなと思って、うん、新色でこのネイビーにこうオフホワイト、はい、あと今年の特徴としてはネックですね、はい、毎年この付属のところまでボーダーっていうのはこうピッチは例年と同じなんですけど、今年はタートルネックからいわゆるハイネック、はい、それもちょっと比較的高めなんですよ、うん、ディティールとかは着画写真とか見ていただければ分かると思うんですけど、ジャケットとかブルゾン、あと今年はやはりこうダウンベストっていうかね、そういったアイテムともなんかこうフレンチな気分を表現する上で、このハイネック、モックネックとタートルの中間みたいなね、でリブになってる、はい、ので、まあ、こう着用していただくと首に沿ってこう綺麗に立ち上がるっていう感じですよね。バンドリーとしては毎シーズンっていうか形としてはもうベーシックで、比較的やっぱりユニセックス、あとエイジレス、はい、そういったことをモットーにこうニットのものづくりしてるので、まあ、本当に女性が着ても首のラインとか綺麗に出るような設計と、ね、男性の方が着てもこれ特徴は前回のケーブルチルデンと同じウィンターコットンなんですね、はい、すごくこの伸縮があるので窮屈感は本当に一切ないと思います、うんうん、でやっぱり綺麗に立ってくれるので、はい、かといってタートルが嫌がる結構男性も多いんですけど、そうですね、これはすごくすっきり見せてくれるので、うんうん、でやっぱり冬っていうことを考えるとやっぱりモックネックよりちょっとやっぱり高めの方がなんかこう首、顔がちっちゃく見えるとか、ウォーム感というか、そういうね、そのやっぱりディティールなんかも含めて今回このネックにちょっと変更してます。全体のイメージはどちらかっていうとオーバーサイズまでいかない、ちょっとこうゆったりめ、うん、だから一応サイズ的には
例えば通常 L だったら M サイズぐらいでも着れる着用感かな、ね、ワンサイズ下げてフィット感がお好きな方はワンサイズ下げて着ていただいてもいいですし、逆に今のこう30代40代の方はちょっとこうワイドめのパンツにちょっとこうオーバーサイズ、はい、まあちょっとゆったりね、ゆったりそうですね、そういう場合はまあ L サイズとか、うん、そういう着方によってまあサイズ感はこのやっぱりストレッチ感もあるので、うんうん、その辺はこう調整していただいて、試着ももちろん含めてね、じっくり検討していただければと思います。続いてこちらは、まあ、フーディーなんですけど、うん、まあ、この編み地というか糸を素材がアルパカベースなんですけど、はい、やっぱりアルパカはこう毛足が長いからか、こういうブークレっていうか表情が特徴的なのが多いですよね。そうですね、まあ、うん、このアルパカコンっていうのはうちもニットコートからこういうフーディー、はい、あとセットアップみたいなものもやったりとか、うん、結構このアルパカコンっていうのは使ってるんですけど、うん、こうニットのフードタイプっていうのはだいぶこう定着してきて、はい、例えばまあスウェット感覚でセットアップで着るようなフーディーもあれば、ちょっとこうモード感を出した素材と、イギリスの話題のブランドなんかもかなりオーバーサイズでこういうフーディーとか、もうストレートのパンツにストンと着せるようなシルエットで、ちょっと以前こう言ってたノームコア的なフードと違って、はい、やっぱりちょっとこうなんて言うんでしょう、エレガントでありながらこうスポーティーっていう、まあ、形というかディティール、アルパカっていうやはりこう軽さとちょっとエレガントな表情も作れるっていう素材にしてるっていうのはやっぱりちょっとそういうところがあって、ウールのパンツだったりとかそういうものにもなんか綺麗に、はい、フードイコールスポーティーっていうイメージがだいぶ定着してるじゃないですか、はい、それをやはりこうちょっとこうウールのパンツにシックにも着れるっていう、コーディネート次第ではそうですね、そういう楽しみ方もできますよね、はいはいはい、着た時のそのエレガントさっていうのは、はい、やはりこのフードの形状だと思うんですよね。ここのとどまり具合っていうか、はいはい、うん、ちょっとバンドリ史上、うん、最強の出来というか、まあまあ、それは極端かもわからないけど、いや、めちゃくちゃ綺麗。それはこの、アルパカの、はい、結構密度っぽいでしょう。そうなんですけど、うん、重くないし、そうそう、ガサッとする感じも全くないですし、だからこそできるこのフードの、ね、しなやかでこうダブル組織、そうなんでキープ力もありますよ ね、はい、すね、だからここの、うん、まあ、首周りでキープしてくれて、で、まあ、後ろの袋の部分もこう綺麗に形がハユッと保ってますよね。1枚で着てもこう体入れて立体的にこう首に沿ってこう形をキープするのと、はい、うんうん、まあ、例えばレイヤードした時にね、はい、例えば今年だったらダウンベストだったりとか、うん、レザーのインナーにしてもいいと思うんですよね、はい、うん、ここにこうポッケがあるんで、うん、ちょっと本当にアウターっぽくも着られるし、そうですね、はい、そういう、ね、レザーのアイテムのインナーとしてもいいですよね、うん、でこれはあえてこうリブをつけてないつけてないというか、はい、もう本当に細かな、どっちかとこうストンとこう着てていただければっていう、こうイメージなんですけど、はい、袖もストンとしたリブにはなってるんですけど、うん、通常のこの5センチ6センチあるリブと違ってどちらかというとストンと着てもらいたいアイテムですね、はい、うんうん、はい、色はやっぱりもう今季佐古さん欠かせないグレーと、うんうんうん、まあ、このあとラグジュアリーなというか、はい、トーンコーデには欠かせないベージュの2色展開ですね、まあ、こうオフホワイト系のはいはい、ボトムだったりとか、うんうん、グレーのウールのパンツでもいいし、うん、モノトーン的にちょっと黒とかそういったものとも相性はいいですよね、うん、はい、うちとしてはこの辺はチノパンと綺麗めに合わせてコーディネートしたい、はい、ちょっと細身のこうテーパードの効いた、はい、パンツとのコーディネートをおすすめしてますね、はい、はい、こちらはですね、今日ご紹介した新作を、はい、まあ、それぞれもうまさに今着られるコーディネートとして佐岡さんに組んでいただいたんですけど、コンセプトというかイメージがそれぞれあるんですよね、はい、そうですね、うん、アメリカ の、はい、エレガンストラッドの代表的なブランドと、はい、イタリアのラグジュアリーブランドの象徴、もうこの組み合わせで今回の紹介の、あ、そう、でそれぞれ両方にちょっとこうダウンベストああっていうコーディネート共通の、うんうん、それを今日
特攻で組んでみました。はい、はい、どっちが店長は私はね、もう断然こちらのコーデが好きですね。で、まあなんかこれを着てる男性が好きっていうよりも、はいはい、なんかこれを私自身が、うん、あのしたい、真似したいコーディネートですね。はいはい、で、まあ、まさにこの、ね、今日ご紹介したこのフーディーのこのデコルテというか、まあね、こうアウターを着せると余計にそこがやっぱり出ますよね。そうそう、このユリベストのここの形状がよりこのフーディーをキープしてくれて、そうですね、なんかラグジュアリー感もありますよね。はい、この配色も、まあ、ほんと上品なんで、私はもうこっちが好きというこれを着たいですなるほど、はい、なるほど。まあ、僕はね、はい、やっぱりなんか紺、あ、なんか紺が自分の中でも再熱してきて、ね、最近よくおっしゃってますもんね。結構夏もネイビーのチロパンツとか言ってたし、うんうん、やっぱりこれもネイビー、そしたらネイビーの今はなんかベストでしょっていう、はい、そんな感覚でちょっとこう組んでいただいた、まあ、性格的にはね、うん、全然違う性格なんだけど、うんうん、ジャケットにも合うし、うんうん、服の写真なんかはジャケットをこう着てもらいましたね。はい、もうまさにね、でも今できるコーディネートなんで、はい、そう、こういうのもぜひあの楽しんでいただければなと思います。はいはい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントですとかチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。